どうも。は？滝川クリステルです。キモ。今日なんですけども、角度だけやぞ。フットサルパーク西九条に来ております。ファムだ。お前のコートやぞ。こっちみんなブス。おう。はい、今日なんですけど、はい、お腹すいたら何もできないじゃないですか。豊臣秀吉も、はい、腹が減ったら戦はできぬ猿と。そうですね、言ってますから。お腹減ってる状態でやっぱサッカーしてもうまくいかない。普通のサッカー、うん、逆にお腹パンパンやったら逆マックスなるんちゃうかな。実力も、うん、食えば食うだけパワーになると俺は思う。ルフィも肉食うもんね。うん、うん、だから今日やりたいのは、うん、乳首です。は？おう。冗談ですよ、冗談ですよ。冗談ですよ。もうこんな大雨でジョーラはもういよいよだよ。冗談ですよ、うん、いっぱいご飯を食べて1対1したらもうお互いパワーアップしてずっと引き分けなんちゃうから。なるほど。ああ、おもろい。ああ、とりあえずご飯をたらふく食います。ゲロゲロだけは出る。どうせゲロ。いや、ゲロは絶対出る。なんで？もうなし、クリーンにしよう。もうゲロなしな。なし、もうクリーン、クリーンケント。お前、いや、おもろない。お前もう吐くし、俺もこの間吐いたから。ああ、もう吐くのやめよう。吐くはタイムズ。吐くはタイムズ。おもろい。おう。うん、お腹パンパン。パンパン。自分が弁当食ったら大体ちょうどいいやん。うん、人間でね。よとりん。だからマキの場合はね、うん、マキの場合はプラスワンプラスワン、うん、プラス2よ。多いなぁ。とりあえず食べよう。オッケー。食い切ろう。食い切ろう。お腹パンパン満腹痛いから。ああ、まあまあ通常の弁当で人間お腹パンパンなんで、そこにあの巻物行くから。梅ちゃんはね、うん、僕も巻物とおはぎとこれで十分やねん。せーの、大弁当がある。満腹中枢刺激しまくり。おう。これ49円。ドブ。は、入れすぎやろ。ありがたい。ここまで入れる人おる。綺麗な。余談で、大学の時5人ぐらいでさ、台湾行って、で台湾のそのいいとこのホテルじゃなくて、雑魚いホテルで泊まって、うん、で、なんか地下に食堂みたいな、うん、もうほんま映画の世界のような汚い地下、おうおう、てか飯作ってる人とかも歯もうなくなってるとか、うん、もう虫とかブワーって飛んでるとこで、一緒に行った子らがこう食えんと、さすがに食えへんみたいな、うん、で、なんかもやしのやつみたいなとか、そのなんか食材が雑魚やん、そもそも。はい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 、全部うまかった。やろう、もう味覚ほんま変わってんもん。おう。うまないやろ。唐揚げにきな粉つけようかな、今後。元気だったね。元気出たよ、うん、これ出んのよ元気が、うん、な、最初じゃあ戦後ここデコンピしよう。ダメだ。戦後ここデコンピ、高校。いや、10マッチすれば多分一生引き分けになる。なるほど。だからね、決めたら俺も多分決めるやろうし。ああ、そういうことか。
意外だ。ちょっと待って。おい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 。え？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 負けだ。祭りの金魚か。